香港チャンネル。俺だよ。全然隠れんでいいやん。全然俺お菓子食べへんかったやん。高橋先生ボリボリ食べとった。めっちゃ食べんな。はい、上がったら。はい、なで先にさっきのカレー。あんな大人がめっちゃこんなお菓子食べるって。別にそれでもいいけどね。今から生配信ですね。あ、今作ってるんで、さあ、あと2分で塗ればや、塗れば香港VS 高橋陽一の塗れば何言ってんのお願いします高橋先生、今日お願いします、はい、あの今日は香港さんに来ていただいてこっちでそこで、はい、大丈夫、真ん中ら辺の方がいい真ん中、はい、はい、そうですね、はい、香港さんに、はい斉藤、カメラちょっとパン顔出ししていいの大丈夫です顔出しパラレバシリーズ、まあ、そっちですかね、タラレバ右に振って、右に振って同じでいいですよ、今回はタラレバで気持ち右に振ってこんばんは、高橋由一です。今日はあの生でやってる、大丈夫ですかね、ちゃんと配信されてるんでしょうかねと思いつつやりますけど、今日はね、生でやるんで、せっかくですからね、大ゲストに来ていただいておりまして、あのじゃあこちら香港さんです。はい、はい、こんばんは。はい、先生ありがとうございます。いえいえ、まあ、大ゲストではないんですけどもね、まあ、言いたいことは言わせてもらいますけども、うん、そう、この総裁選のあのこういう状況決まるとこ見てました？見てない。私ね、あの、うん、朝サーフィン行ってて、うん、で、帰りしな車で1時から、1時からなんですけど、ワイドショーでね、うん、40あと45分経ったらとか言ってました。で1時から家で見ました。うん、はい、私まだあの正義の味方でもいろいろ言ってるけど、結構予測してる。もうね、それを見ながらいいなだから本当にまあ、あれそう、正直言うと、はい、結果は、はい、あれだったから、まあね、後で確認するだけで、はいはい、あの最初これちょっと出してもらって総裁選の、はい、投票結果、はい、それで第1回投票っていうので、河野太郎さんが国会議員票が86、はい、党員票が169、はい、これで255、はい、これで岸田文雄さんが、国会議員票が146、はい、党員票が110、これであの合計が256、はい、で高市早苗さんが国会議員票が114で党員票が74、それで合わせて188、はい、それで野田聖子さんが国会議員票が34、それで党員票が29で合わせて63っていうことで、1番が256の岸田さんになって、はいはい、河野太郎さんが2番目で255で、これはルール上あの1位と2位の決選投票っていうので、決選投票したら、はい、岸田さんが204、国会議員票249、はい、それで都道府県票が8、はい、それで、河野太郎さんが国会議員票131、それで、あと都道府県票39で、まあ、257の170っていうことで、岸田さんが、はい、まあ、総裁になったっていうことですね。はい、1位がね、1位がね、1位がなったということで、だからこれはねちょっと見るとね、まああのどこがポイントかというと、はい、1回目の国会議員票ですよ。そうでしょうね。で1回目の国会議員票、まあ普通に言われてるんだと、実は河野さんが110ぐらいかなっていう、はい、で岸田文雄さんがまあ120、はい、30、それで高市さんが100ぐらいと言われてて、はいはい、あの野田聖子さんがまあ20ぐらいって言われてたんだよね、はい、これすると、要は、河野さんが30ぐらい減って、それがみんな他のところに行ってるって、そんな感じ、ね、どこに行ったかっていうのもね、多分それみんな10ずつぐらいずつ10ずつぐらいぐらい行ってるって、そんな感じですね。まあ野田さんがね、あの34でね、だからそれ行ってるんだよ ね。だから要するにそれは河野さんが、まあ、はっきり言えば自滅したっていうのが普通の解釈ですよ。自滅っていうのは、はい、途中で、まあ、まあ一番最初ね、河野さんは、なんだっけな、あの脱原発と女系天皇の話については封印して言ってたんだけど、はい、途中で多分一番ひどい発言だったのが年金の話、はい、あれはもう出た時にアウト、はい、消費税で、あ、もう出てアウトってね、あのね、はい、あれ簡単に、まあ、アウトが言えるんだけど、なんだ民主党と一緒かというふうに終わっちゃうんだ。
だからあれを、まあ、あれはもう言っちゃったらもう選挙どうしようもないというのはもう自民党の人はみんな知ってるんだよ、ね、なんでああいうことを言い張ったんですか。まあね、自民党の総裁選ってはっきり言うとね、そんなにねみんながきちんとやってるわけじゃなくて、はい、身内のまあブレインストーミング的あるから、はい、でポッて言っちゃうんだよ。だからそれはね、今までの過去の総裁選でもね、いろんなことを言ってボケちょった人がたくさんいるわけ、うん、そういうそれと似てるといえば似てる。あれで言うて消費税を上げるっていうこと、消費税で取るっていうことは消費税が上がるっていうふうにね、皆さん考えますもんね。もともとあのね、まあ、あのちょっと専門的なんだけど、あの年金をね、あの消費税でやるっていうのは税方式ってやつなんだけど、はい、それはね、あの世界の中でも非常に少ない。でそれはだから、あの民主党が言った時にそこを指摘されてるから、自民党の方が指摘してるからね、はい、みんな自民党の人知ってるんだよ。それでね、今のはまあ社会保険料で取るってやり方だけど、社会保険料で取ってる国が圧倒的に多いの、はい、それであとね、このまあ税金で取ってる国はなくはないんだけど、でもね、この税金で取ってる、あの社会保険料で取ってるのが税金の取るやり方に移行するって国はない。だからそれものすごく難しいっていうのは、もうそれはもう常識。それ分かってて、その派閥の長のね、じゃあ麻生さんがね、あのそんなもん取んねやったら今の 10% から16から18ぐらいになるぞと言うてあったじゃないですか、うん、だからもうあれ、ね、だから麻生さんと話、河野さん話した時に、河野さんの頭は脱原発と女系の話だけしか頭入らなかったんだと思う。で1個抜けちゃったわけよ、抜けてポロって言っちゃったんだよ。もうあれですよね、あのインターネットとかで配信して YouTube とかやってて、後ろを宇宙にしてるからですよね。まあだからあのそこがあのそれじゃもう選挙戦えないっていうふうに、はい、自民党員だったら条件反射的に思うわけ、うん、それで多分30ぐらい逃げたってことじゃないですか。なるほど。その後のね、決選投票で、45ぐらい入ってるじゃないですか、うん、それはなんでなんですか、ね、うん、だから高市さん と、はい、野田さんが合わせて150ぐらいあるでしょ、はいはいはい、150のうちでも40ぐらいしか行ってないってことは100ぐらいは岸田さん行っちゃったから、これも勝負にならないですね、はいはい、だからもう河野さんがもし勝負になるとすれば、この第1回目の投票でものすごく差をつけて1位になるだけだ。それ300台はいっとかな、ね、あの関数取らないにしてもね、はい、あのすごく差があるっていうのをつけないと、実は2回目の時に回ってこないんだよね。多分あれでしょ、皆さんあの議員の方は選挙のことを考えて、いやこれやったら勝たれへんのちゃうか。そうそう、あれ、まあ、あの年金の話言ったら勝てない。だから、はい、私あの他のところでも年金はもう必ずあの金取り消すって言ったでしょ、はい、でも遅かったわけよ、はい、あれ言っちゃいけないんだよね、言わないでって。でもだからこういう失言があってやられたってことでしょ。あとね、いろんな戦略を言うとね、何点かな、このうーんと失敗も何個かあってね、はい、ね、大きな失敗っていうとね、政策はその年金なんだけど、あとね、組み合わせの失敗っていうのが結構してて、小石川連合っていうのがあったでしょ。はい、小石川連合ね、小泉さんの恋の、あの石破さんの意識抜けて野党にならないんですか。そうそうそう、だからそれだと小石川連合で、特に石破さんだよね、はい、あれを言っちゃうと、まあはっきり言ってちょっとまずいんだよね。やっぱ考え方が違うし、あだから最初はあれはあのまあ小石川連合の石破さんをどうするかっていうのは、河野さんは最初慎重だったんだけど、はい、途中で入れようと思ったでしょ。入れて実は党員票で上乗せを狙ったんだけど、党員票が上乗せされないで国会議員票がガーンって実は起こったんでね。あらまあもうね、うん、ほんであのその石破さんもあれでしょ、河野さんを押して自分もなんかポストもうこれはあのまあ総裁にもなれんし、なんかいろんなこと考えて最後自分もポストをつけたら、ね、幹事長とか、ね、そういうところを考えてたんちゃいますか。なんかそういう見透かされちゃったんでしょ、はい、すぐ分かるでしょこんな話は。分かりますよ。石破さんっていうのはあのそういう感じで後ろからね、思いっきり、うん、あの人を撃ったりね、うん、するし、あの自衛隊の方にね嫌われてるっていうね、うん、そうそう、噂僕にでも入ってくるからね。から本当に小石川連合でこう一市川は、はい、あのなんて三本川の河野さんの川なんだけど、はい、実はね小石川ってね、はい、私ね小石川に住んでたあるしことあるしね、はい、実はね高校が小石川高校なんだよ、はい、
俺あれで小石から出てた時ドキッてしてね、これまずいよと思ってね。まずいだって自分の高校の話じゃない。俺小石川高校って言うんで、私あのね東京では結構まあ有名な高校なんで、賢いとこなんですけど、でも全然関係ないんで、関係ないけど言わないでも小石川でやる時ドキッてして私これまずいよと思ってね。でもねあとね、だからこう石でちょっと失敗したでしょ、あともう一個子でも失敗してるんだ。子はねもう小泉はい何もあの何も成し遂げてないから。そう。お前ただあのレジ袋禁止して万引きで、すっごいねお前被害が、あのほんまスーパーのこと考えたれよ。ほんま奥さんももうちょいあのもうちょい おもてなし考えたってくれっちゅうね。ほんまスーパーのひどいで。あでもだから。人気で行くと思ったんだけど失敗しちゃった。そうそうそう。だから小石川の子と石で小石で失敗してんだよね。小石でつまずいた。つまずいたんだよな。というふうに言うと思った私は。本校さんだね。それでね、あのね、どういうふうに今、あれをこう打ったかっていうと、だから今、本校さんが言ったように、石破さんと、ね、小泉さんではちょっと問題が出て、普通の人も思うでしょ。はい、でもね、自民党内で考えると、もっと問題があったんだよ。どういうことなんですか？これで、はい、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。